とうとうここまで来たか。ここまで来た以上多くを語る必要はない。私かお前たち、どちらかが生き残り、どちらかの種族はこの戦いで滅亡する。さあ背負え世界の未来を。そしてその未来を本物に変えるのはお前ではない。ドキタカラスボス、魔王エルドラ、おかっけえわ魔王エルドラよ。ルーダスチャンネル。アーガ、勇者の誇りを習得しました。で、勇者の誇りってなんだ。おっと、なんだこれ。発動後2ターンの間精神を集中させる。3ターン目に高く飛び上がり強力な攻撃体勢を取る。あ、これハイドロダイブってやつかな。これ俗に言うハイドロダイブってやつじゃないか。おお、兄貴の技習得したかお前。では今回はいよいよ魔王との決戦になるのかな。まあ1回で勝てるといいんだけど。ではここから先進んでいきましょうか。うん、ああそうか、ここか。え、注意、次の戦いが最後の戦いとなります。セーブ、装備、アイテムの購入など済ませて挑むようにしてください。おお、親切設計じゃん。ありがとうよ親切設計。おお、いいね。フリーゲームにしてはなんか親切設計だね。じゃあちょっと買い物済ませてこようかな。というわけで買い物の方を済ませてきました。で、勇者の装備なんだけど、あのね、ラストレイブンで売っていたこの闘神のベルト、これを装備しておきました。やっぱり最終決戦ということなんで、この装備もね手に入れて装備しておかないとと考えて闘神のベルト装備しておきました。で、姫なんだけど、まあ守りのピアスでも装備しとこうかなって思ったんだけど、体力がね減っちゃうので、まあデカリボンでいいかなっていうことなんで今回は装備してません。ではこれで最終決戦に臨んでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。ドキタカ魔王、とうとうここまで来たか。ここにいるということはおっぱいはしくじったようだな。ふん、最後まで使えないやつだったな。あの方は私の寝首を描こうとしていただろ。知っていたのか。気づかないとでも。知っていてなぜあの方を側近の魔性としたのです。魔性にしてくれと頼みに来た時から奴がただの人間でないのは分かっていた。だが所詮は人間、勇者であろうと魔性であろうと私の障害にはなり得ない。そう思ったから奴を配下にした。勇者でありながら私の命に従う様、実に滑稽だったぞ。貴様、どこまで。ふっ、悪の象徴である魔王を相手に説教とは大した身分だな。ここまで来た以上多くを語る必要はない。私かお前たち、どちらかが生き残り、そしてどちらかの種族はこの戦いで滅亡する。さあ背負え世界の未来を。そしてその未来を本物に変えるのはお前ではない。ドキタカラスボス、魔王エルドラ、おかっけえわ魔王エルドラよ。お、さすがラスボスっていう威厳だぜ。さて頑張ってやっていきましょうか。あ、そうだ、勇者の誇りっていうのもあるんだよね。あ、てかこれ TP これ使わないんだ。あ、じゃあ最後の悪あがき程度に放っておくか。ちょっと待って、レディアントブレイドやっといて、でデモンペインでまあ弱体化しておこう。あれ効かねえじゃん、あれ効かねえじゃんこれ。あ、これあれか、あの
抹消に対して効果抜群っていうわけでもないので、小林のあれとちょっと勘違いしてたのかもしれないね。ごめんなさい。すいません、リジェネート。ちょっとダークネス強いな。ひとまず自分の目自分で守ろうか。でーだね、まあホマラで回復しておこう。スパークス強いな。まあひとまずまあアヒャドでいいか。ねじゃあ自分にリジェネート。またダークネスか、強いな。まあでもこっちにはリジェネートがあるからね、残念だけどさ。でデモンペインやっとこう。おてかそれあれじゃん、あのあいつの技じゃん。これまでの配下の技も全部使えるってか。まあまあ魔王だからな、それは使えるか。ひとまずリジェネート貼っとこう。まあ氷も使えるような。ね、レディアントブレッドやっといて。で、ホマラ。あ、小林がいればな、あの防御技使えたんだけどさ。ひとまず、まあ、まだ張れるような。じゃあ、インド、やってこう。効果抜群かな、これ。いや、効果抜群じゃねえな。あ、魔王だから弱点属性ないのかもしれないね。じゃあさ、勇者の誇りやってみるか。せっかくだからさ。で、デモンペインやっといて。え？あ、あれ効かないってなってんじゃん。あ、そっか。行動できないんだもんね。じゃあ、あの、勇者、まあいいや。上位魔法でいいや。ヒュドラダイブ、なんだこれ。遥か上空から敵に飛び込み一撃を加える。残像の残る動きはまるで、ああまあみおとぎ話の蛇竜。あ、じゃあこれやってみるか。で邪魔されないようにホマラ使っとこう。強い。さすがだぜ勇者。勇者の誇り見せてもらったぜ。おお、さすが兄キキネのハイドロダイブ。すげえ、これまでの比じゃないくらい強かったぜ。さすが、ここまで来ただけはある。ネッグの納め時だ。覚悟しろ。ふん、おめでたいやつだ。私がいつ本気だと言った。なんですって。こうからが本気だ。この姿を見せるのは貴様らが初めてだぞ。光栄に思え。え？変身するのか。そこでツッコミポイントっすか。まあ、うん、ツッコミも忘れない勇者、さすがですね。なんてまがまがしい。今の私はいわばマシンと呼ぶにふさわしい強さを得た。あ、そのセリフ言っていいのか。後悔するなよ、そのセリフ言って。貴様ら人間などハムシも当然、諦めろ、ひねりつぶしてやれ。あ、名前見てみたらマシンエルドラージになってんな。あ、名前まで変わっちゃったか、お前。あ、諦める、そんなバカなと言わせていただきますわ。なんだと。世界の未来は俺たちにかかってるんだ。たとえお前がどれだけ強かろうと、ここに立った以上一歩でも引くなどありえません。そうか、それならばお前たちが守ろうとしている世界と共に朽ち果てるがいい。アー様、エルドラは安い言い方をすれば表紙に載っています。ん？表紙に載っています？
油断している今こそ勇気を話すチャンス、打てるように準備します。なるほど、それなら俺のレディアントブレードで援護するさ。二つを同時に放って奴を封印しきってやる。まあ、なんかこれ重要そうだな。同時に使わなきゃダメフラグっぽいな。行くぞ。うわあ、そういう系か。エルドラージンはそういう系か。まあ頑張ってやっていくしかねえけどさ。うわあ、遊戯。これタイミング重要ってことかよ、これ。うわあ、そういうことかよ。タイミングか、これ。まあいいか、とりあえず普通に戦うか、まずは。多分これやんなきゃ終われないんだろうな。うん、絶対これ使わなきゃ終われないんだろうね。まあ、じゃあさ、自分の身自分で守ろう。で、リジェネート貼っとくか。で、まあ自分の身自分で守るんだけど、まあお互いのコンビネーション重要だから、リジェネート貼っておいて、いつでも回復できるようにしておく。多分ユーキンだかって話すと結構時間かかりそうだから、姫の回復で専念しよう。で、さっきも言ったんだけど、おそらくラスボス戦のことだから、これ使わなきゃ多分絶対終われないと思うんで、どんな攻撃しようとも。これに専念しよう、姫は。よし、封印魔法、ユーギンを起動させましょう。まあ、何ターンかかるかわかんねえけどな、これ。よし、レディアントブレイド。もうレディアントブレードしかやんないことにする俺。あれ失敗した。今です、行きます。これは封印魔法か。ってか失敗した。虚構剤な、消えろ。そうはさせるか。キオロ姫は俺が守る。やべ、すぐにやってくれ。レディアントブレッド。あれ、2回目食らいなさい。よし、効いてる。この調子でいきます。大丈夫かな。レディアントブレッド、もうこれしかやんないよ俺。めんどくさいからもうこれしかやんないからね俺。食らいなさい、ユーギン。チョコバカと魔王エルドラ、ネグドサメの木だ。てか大丈夫なのか、これ聞いてんのこれ本当に。てかさ、レディアントブレードのタイミングが早すぎるんだよ。気を見せましたね、ユーギン。ぐわっ、力が。あと少しやりましょう。やりましょうっつってもさ、でもダメージ量だんだん減ってきてるね。これこの調子でやっていけってことか。ダメージ量が徐々に減ってきてる。これで最後、勇気。おお、倒した。よかったんだこれで。おし。まあレディアントブレイクの方がタイミング早くて失敗してるのかなって思ってたんだけど、徐々に受けるダメージ量も減ってきてるみたいだったし、まあラスボス戦なんとか勝てましたね。なんだと、エルドラ、お前はもう終わりだ。もう体を動かすこともできないはず。あなたはゆっくりと封印されていくだけです。くそ、だがこれで勝ったと思うなよ。私を倒そうと第2第3の魔王は必ず現れる。それならそのために封印するだけだ。なんだ今現れるらしいって。何そのフラグやめてくれよ。フラグやめろって。その覚えている。まあ何はともあれ終わったな。終わったのか。ええ、長く辛い戦いでしたが、ようやく終わりを迎えます。小林、おっぱい兄さん。終わって、そうか、そんな名前だったな。その二人の名前さ、なんかさ、残念系だな。さ、帰ろう。
みんな待ってる城下町でさ。はい。キオラ姫とアーはみんなの歓声を受けながら城下町に帰りました。おい、やめろハートマーク、やめろって、裸でハートマークやめろ。よし、アーには褒美としてキオラを嫁に遣わす。いいの？どうしたよお前。ああ、キオラ姫、おめえもか、勇者。なんやねんお前。こうして二人は末永く幸せに暮らしました。めでたしめでたし。お前が言うな、お前が締めるのかよ。いいね、最後までツッコミ、いいぞ勇者。な、いいじゃないですか。そうだね。あ、で終わりか。ふぅ、長く辛い、まあ、ツッコミがいっぱいあって、まあ、楽しい旅でしたね、今回は。というわけで、今回の動画はここで終わりかな。まあ、隠し要素とか、あるかな、このゲームに。まあ、何もなければ、まあ、ここで終わりだと思う。終わり。なんか終わりのロゴがなんか怖いんだけど。